連続ラジオドラマ足軽信僧物語第1話、僕は信僧。皆さんこんばんは。僕の名前は信僧。戦国の世をかける怪談寺さ。今は名前が珍しいだけの足軽だけど、いつかきっと出世してみせるぞ。あ、戦だ。よし、活躍するぞ。いの一番に駆けつけてやる。うわー、しまった。刀と鎧と兜と旗を忘れた。次回、足軽信僧物語。志だけあればいい。目指せ信僧、立身出世。連続ラジオドラマ足軽信僧物語第2話、志だけあればいい。どうしよう、丸腰で合戦に来てしまった。きっとものすごく怒られるぞ。でも取りに帰る時間はないし。よし、ここは一つやる気だけ見せよう。誰よりも大きな声を出そう。誰もいないし稽古しておこうかな。出会え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 。次回、足軽信僧物語。天下分け目の一問一答。目指せ信僧、立身出世。連続ラジオドラマ足軽信僧物語第3話、天下分け目の一問一答。うわー、助けてくれー。あれ、なんだ、武将様じゃないですか。え、今戦が終わったところ？今まさに駆けつけるところだったんです。鎧とかは全部家に忘れましたけど。え、気に入った？僕のことが？ありがとうございます。足軽歴15年目、信僧と言います。こうして僕はお城で働くことになった。次回、足軽信僧物語。草履、出世の大チャンス。目指せ信僧、立身出世。連続ラジオドラマ足軽信僧物語第4話、草履、出世の大チャンス。ああ、お城暮らしは平和だけど暇だな。早く将軍様に気に入られて出世したいよ。おや、これは将軍様の草履だ。そうだ、これをこうして懐に入れて。将軍様、草履はこちらにございます。お足元が寒かろうと思いまして、私の懐に入れて温めておりました。よし、これは褒められるぞ。え、今の季節ですか？夏です。そのまま冬まで懐で温めておけ。そんな、夜寝にくいよ。次回、足軽信僧物語。あと500年遅ければ。目指せ信僧、立身出世。